女の子と話してさ、相槌打つときに、そうだよね、そうだよねっていうのが基本だよと。こっちからなんか説明に入ったりとか、男の方からね、なんか解説したりとか、自分の知識をひけらかしたりとか、そういうのはしちゃダメですよというのはもう分かってると思いますが、基本的に女の子が話していることに対しては、男はどういうリアクションしとけば、まあ無難かというと、まず分かるっていう同意で、それ何何教えてっていう、もっと詳しく教えてってことだよね。分かるんだから、分かるんだから、それ分かる分かる分かる、もっと詳しく教えて、それどういう状況だったのっていう、こういう感じで、相手に共感を示しながら相手と距離を近づけていくんだよね。いい？これ覚えておいてね。男は女に対して基本分かる、それもっと詳しく教えて、これどういう状況だったのと。じゃあ逆に女の子は男に対してどうやって言えばいいかな。まあ逆なの、簡単に言うと。私が女の子だったら、だって私が女の子だったら、男の子が何か話をしてきたら、それ分かんない、詳しく教えてって言うんだよね。それで男はふんふんっていい気持ちになって、ペラペラ上から喋ってくから 偉そうに解説してくるから。だから簡単ね。基本男に対しては、女の子は分かんない教えてね。で、逆に男は女に対して分かる教えてっていうスタンス。教えてっていうスタンスはまあ基本一緒でいいんだけどね。女の子には共感を示さなきゃダメだから、女の子は私の話を聞いてほしい、私に共感してほしい、私の気持ちを分かってほしいってことを常に思ってるので、分かるって言わないといけない、ベースとしてね。で、逆に男は別に共感してもらわなくてもいいの。男は上から喋りて 男は上から説明したい、俺の方が知識あるぞって思いたいから、だから分かんない教えてって下から行くんだよね。お願いします、教えてくださいってことだよ。そしたら男はいい気になって、いろいろ説明してくるから、それをスンスン聞いてればいいの。ね。あ、なるほど。そうなんだね。すごいね。すごい話だね。よくそんなこと知ってるね。っていうね。すごいね。やっぱり、何々くんは私の何々だね。みたいな。何でも教えてくれる先生だね。とかって、まあ言いながら、役職を与えながらね、肩書きを与えてあげながら褒めていくっていう話は前にしたよね。ベースとしてこれを頭の中に入れとくか入れとかないかで全然違うでしょ。これ分かってれば、基本対応に悩んだ時には、このやり方で話持っていけばいいんですよ。で、なんかわけわかんないこと、例えばね、僕がね、誰かの女の子と仲良くなりました、なんかわけわかんない話されてんなと、相変わらず女っていうのは理論的に話せねえなと思いながら話を聞いてて、で、ああそう、ああはいはいとかってつまんなそうに聞いてたら、それはね、相手の女の子、こっちのこと好きになってくれないでしょ。だから、あ、それってもしかしてそういうこと、それだったら僕もあるけどっていうね、僕も経験あるわ、それ嫌だよね、わかるわかる、で、どうなったの教えてっていう風な対応を多分僕だったらするんですよ。そしたら相手はなんかこう楽しくなって、どんどん話してくれるはずだから。困った時に使える。困った時にはこの原則に立ち返って、原則通りの対応をすればいいだけだから。だから覚えておいてくださいという。お話でした。はい、今回は以上ですね。コンシェルジュでした。ではまた。